11番タチアナ・マリニーナさん、ウズベキスタン。 Number 11 representing Uzbekistan Tatiana Malinina。 昨日のショートプログラム3位、ウズベキスタンのタチアナ・マリニーナ、25歳のベテラン選手です。非常に安定感のあるジャンプを昨日見せました。曲はアラディン。佐藤さん、昨日はこのマリニナが非常にベテランらしい安定感のあるジャンプを見せましたよね。はい、とにかく高さがあって、このトリプルルッツ素晴らしいですね、お手本のようなルッツでした。2つ目のトリプルも綺麗です。はい、さあ3つ目はトリプルトーループです。これも成功です。この選手は本当にジャンプを飛ぶときはですね、お手本のようなもうきっちりと上に上がって、それから回転が始まって回転を止めて降りてくる、それ以外にですね、スピンも上手な選手ですので、注目してみてください。トリプルループですね。一つここでトリプルルッツの予定でしたけれども、2回転になってしまいました。そうでしたね。できました。自分でも拍手、この笑顔です。ベテランマリニナ、素晴らしい演技を見せました。
最近やはりあの、トリプルジャンプ、トリプルジャンプとこう、はい、いつもこう必要に迫られて、スケートを滑るというところがいい加減になってきている傾向があると思うんですけれども、はい、この選手は本当に稀で、スケートではですね、前向きに行くインサイド、アウトサイド、これもトリプルルッツ、はい、本当はアウトサイド、バックアウトサイドで、踏み切りをするんですが、なかなかそれをできる選手がいません。この選手は本当にきっちり4つのエッジを使い分けて上手に踏み切ってます。これも綺麗に決めた。これはトリプルサルコーですね。サルコーですね。トリプルサルコー。コンビネーションジャンプになりました。お手本のようなジャンプを見せました、はい、マリニナ。さあ注目のテクニカルメリット高得点です。佐藤さん、いい得点が出ましたね。さすがですね。そうですね、本当に今まで、すごくいいものを持っていながら失敗をしてしまったり、なんかこうあって、うまくいかなかったことがあるんですけれども、本当にここに来ていろいろな面でよく成長したと思います。そうですね、はい、NHK 杯も5年連続の出場、これまで7位が最高ですからね。さあプレゼンテーション、ああこれも高い得点、 5.8 が出ています。この時点でタチアナ・マリニナがトップに出ました。2位がスルツカヤ、3位がリアシェンコと続きます。イエーイ